本日の食材ですね、こちらですね、エチオピア。これマラブさんが釣ってきてくれたんですけど、これちょっとあげるっていうことなので初めてなんですけど、ちょっと教えてもらいながらさばきたいと思います。何に近いのかな、これマンボウに近いんですか、これカワハギか。カワハギなんですね、これ。すごいやん、うわ、口こんな感じ。目ん玉が親指より大きくて、なんかこんなのが出てる、ピョンピョンって。で、鱗がなんかね、鎧みたいになんか硬そうな見た目で、硬い。いや、これ鱗本当だ。カワハギって言われたらなんとなくそんな感じするね。エラがこんな感じ。よし、じゃあさばいていこう。はい、じゃあエチオピア、これどんな、こっからまず線入れる、こっちからこう。で、こんなして、うんよ、うん。マラブニーが、はい、やった方が早いんじゃない。違うよ、お前、でしょ、うん、あー、はい、おー、ガッコラだと思ってしまった。なるほどですね、反対の楽しみ、はい、OK です。反対の自分、分かりました、はい。こっからね、下まで行っていいの？うん、ちょっと行って。さっきいろいろ騒いだから包丁が入れた。そしてあとはカワハギだけ。そう、なるほどなるほど。チルマンと一緒、線入れればいいってことですよね。硬いぞ、うわ、死に硬いな、皮。これはこうなってやろうか。こうなってね、まあ、いろいろ違うやり方は。で、こっちも入れていい、線こうやって。それも剥げるんじゃないか。あ、ダメだったらダメでいいさ。ああ、手袋履こうか。ちょっとこう線入れてあげるかな。おお、すごいね。行き過ぎた。もっと手前までやった。うわっ、そのまま、あ、いけるいける、うっ、すごい。これがいいの、そのまま。腹はいいってことね、巻き込んでも。だから要は今こっちから切ってもよかったことさ、あっちに。ああ、こうやってね、そうそう、あの万引かやるときみたいに。そうそうそう、なるほどなるほど。じゃあこうやってもいいってことですね。入れて、で、こうだな。包丁は、だから包丁さってるんですね。オッケーです、オッケーです。こういうところも勉強ですからね。これ、あれだな、すごい硬い。ね、滑るね。油乗ってるね。すごいね、油乗ってる。あ、こっから切ればいいんだね。おお、綺麗だね。こんなにしてるんだね。こっちさばいた方がいいんじゃないか。片側さばいてから反対側やった方がいい。うん、汚れんように。オッケー。これはもう間から入れていいんだね。こうやってね。何がどうなってるんだこれ。骨こっちか。仕組みが分からんと分からんね。ねえ。あは。こうか。はあ、なるほど。もうそのまま骨なんだ、これ出てるところから。これ、軟骨みたいな骨。ねえ、なんか柔らかそうな骨してる。おお、なんか結構さばきやすいかも。ちょっとこれ、下まで入れておこう。で、線香上がるからこっちに切ればいいさ。こっちから起こしてもいいよ、別に。こうやって起こしてもいいよ、あっちから。ああ、そのままに。そうそう、あとはもう自由に。自由にね。一回やったら授業から考えようよ。うん、確かに。うわ、難しいね。やばい、叩かれそうだな、これ。もらい物をこんなに粗末にすんなって。
で、こっからこうか。いつも通り。ふっと。手に収まらん。ふとすぎて手に収まらん。お、お、生きた生きた生きた。おお。おお。こんな感じだから、中からやりやすい。上手だね、身も。すごい。深海だからな、一応深海魚で。一応深海魚になるんですね。さばいた感じ、臭みもないね。てか深海の魚ってあんまり臭みないんすか。こうか。硬いな。滑るし、硬いし。めちゃくちゃ硬い。なんか鎧みたい。オッケー、いた。こっから、ここまで来て。包丁、切れないんじゃないか、切れるか。包丁が少しあれしてる、傷んでる、傷んでるというか。こっから、こう。もうあっち、それまでさ、皮あっち切ってるから、どう。オッケー。で、こっちも切らなきゃいけないね。じゃあ、おお、これ気持ちいいね。毎度、毎度毎度これ気持ちいいね。巻き込んじゃうな。これはもう仕方ないんだよね。これやらんためにやったんですよ。行きましょう。あの一回下ろしてから、はい、あれそれでもよかったわけよな。ああ皮引き普通に。なるほどなるほど。こっちの方が早いってこと一応は。これはこっちの方が早いと思う。うん。なるたらこっちの方が早そうですね。カメラがあるから余計だな。軟骨みたいこの骨。太い、太い、柔らかそうな骨してる。柔らかそうな骨してる。骨までなんかざっくりいきそうだね。いやでも反対側やっぱ難しいな。結構難しいね反対側ね。そうだね。ありがたいね、経験させてくれるから。刺身でもいけそうだな。刺身で食べたいと思ってるけど。いけるよ、大丈夫だよ。あ、結構身柔らかいですね。急所出してるの、次は。え？急所出してる。あ、出してるの？多分次は落ちてる。うん。食べた。食べ、今食べた。刺身で？うん。あ、まだ。ね。なんかちょっといいな、これな。うん。せーの、どん。わー、美味しそう。美味しそう。本当だ、なんか独特だね。この辺まで入ってるの、これ。骨。へえ、面白い。こんな感じ。こっちからお腹。どっちかというとチルマに近い感じがするね。なんかここまでお腹が出てあるってみたいな。よっしゃ、じゃあこれは別でなんか別にあげます。これはどうすんの？こっからまたこう？これ取った方がいいよね。そう、骨取った方がいいです。まずこっちで割った方がいいのかな？この部分。これ自分みたいな感じだね。なんかね、こうなってるさ。ここで一応割るか一回。柵にしてこれで一つ。でこっから中骨取るか、まずはこう入れるか。柔らかい柔らかい。これで一つ。ここも入ってるのかな？一応やっとくか。これそうだね、ここも入ってるな、一応下は入って
これもそうですね、これも。ここまで入ってるな。こっちから切った方がいいな。全部入ってる。片身から1、2、3。3つぐらいできるね。これもじゃあ同じように、まずこっちから。ここまで来たら結構やりやすいですね。この状態まで来たら。ここがあんまり入ってないかも。腹部いっぱい入ってるじゃん。ねえ。これ食べれるな。残しとこう。これはもうダメっすね。こっから。なんか全部入ってる感じする。ああ、下入ってるな。うん、これも入ってるから、こっちも入ってる。これ油物になってるのは上辺人間みたいだから、ああ、切り方があるわけさ。はいはいはい。こっちにも入ってて、頭んぼもそうだよ、こっちにも入ってるわけよ。で、この部分だけっすね、入ってないって言ったら。取りにくいな。まあ、いいか、これは。OK。ほら、こんだけ、エチオピア。上等。OK、じゃあ、エチオピアの刺身、食べたいと思います。この部分ね。よし、いきます。あ、いいね。何切るぐらい ?2、3。はい、これ食べてみよう。はい、よし、じゃあエチオピアの刺身食べてみたいと思います。まず醤油かけてからね。いただきます。いただきます。柔らか、柔らか、すぐ溶けていくね。マルブさん、美味しい。一番の手で。まこっちのシャリツバがないとこ。うま。前のところシャリツバがないとこ。美味しいね。なんかさ、すぐ溶けていく、口に入れたら。じゃあ、おとるで。ねえ。食べてみて。めっちゃ美味しい。ダメよ。ダメなの？嫌いな奥さん。そうなの？めっちゃ欲しいんだけど、なんかもったいなく感じてきた、身が。プリプリしてる。めっちゃ欲しいんだけど。食べよう、これも。これなんで食わないの？これから一回虫がいっぱい入ってておくよ。これ入ってないよ、全然。一匹も。赤人と一緒みたいによ。一匹虫が入ってない。白いの、こんなして。で、あれ見てからよ。全部こんなよ。あれも。だ。インゴアンタルマも。入ってるのもいっぱい入ってる、あんな見てからはダメなんだ。はいはい、めっちゃうまい。これ取れんか、どうにか。もったいない。深海だからな、相当美味しいけど、なんか今なってからちょっともう少し丁寧に、結構丁寧にさばいたつもりだけど怒られるよ、こんなに言ったら。超美味しいんだけど、あの、この前食ったシイラと同じぐらいってか、あれとまた違うんだね。あれ少しコリコリしてたけど、これはコリコリしてない。しっとりしたけど。ね、しっとりしてるね。うまっ。OK。ということで、今回はエチオピアの刺身ですね。してみました。最高です。食べる機会があったら皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。エチオピアの中身、内臓をちょっと見てみたいと思います。ちょっと何を食べてるか気になるからね。せっかくなんでエチオピアの内臓どうさばくか。こう、手袋取ってしまったからな。いきます、パッカーン。うわ、すごいね。全体的に白いね。
なんかエラとあれが違うのはやっぱチルマみたいじゃない、なんかなもんなんかね、ほら腰詰まってる、こっちに多分あれが繋がってるんだろうな。ってことはこっちも行き、なんでわかる、これヤクワン、ほぼ天使ヤクワン。ああ、ちょ、内臓もさ比較的にこう柔らかい、切れやすい。なんかパイパイ身残ってるんじゃないか。うん？ガッパイよ。ガッパイこれ取ろうね、後でもったいない。こんな感じですね。こっちが多分うんこが出るところ。軽石がついてないか。軽石？これ？あ、本当だ。軽石が入ってました。さっきについてないか。中からよ。ああ。水するからさ。ああ、なるほどね。これが胃袋っすね。深海の魚ってあんまりなんか食ってないイメージがある。この前はキビナゴみたいのが入ってたな、そういえば。浜台、うん、赤町、泊町で買ってきてから食べたわけさ、うん、あれにキビナゴみたいのが入ってた。胃袋見たわけさ。カニをよく食べて、カニとかイカ、タコタコタコみたいなやつ。吐きがする。ダメだって言って。はい、こんな感じ。一旦これ、はい。これ多分苦いやつだよね。これ潰したら。これが胃袋、このこっち。ちょっと見てみましょうね。何も入ってないっぽい。ほら、胃袋の中は空っぽ、消化済みですね。なんか入ってたっぽいな、一応。ドロドロしてる。黒いものがドロドロしてる。気持ち悪いね。あ、なんかプランクトン、小エビみたいのが。ちらほら入ってる。あ、炭だ。多分これ炭っぽいね、黒いから。イカ食ったんかな、黒いよ、ほら炭っぽいのが入ってるか。ただね、ただのうんこか。エギ食ってるさ、うん、イカ食ってるかもしれない。ああ、そうなんだね。あ、これエギの仕掛けに食ってたんだ、うん、ああ、はいはい。このエチオピア、エギの仕掛けに、イカ釣る仕掛けに食ってたらしいんで、もしかしたらイカ…あー、おっぱいっていう仕掛けがある…持ってきてから、これがおっぱいで…あー、別企画だろうね、おっぱいは。おっぱいで一本取れそうだから。ということで、これイカ多分食ってますね。OK、じゃあこれはちょっと勝負しましょうね。はい。私、絶対笑うんだよ。あ、おっぱいは。誰かつけてくれないけど。OK、バッチリです。イカはおっぱいが好きですよ。